今年もハワイを舞台にパシフィックハーモニー、愛と信頼をメインテーマとするホノルルフェスティバルが華やかに開催されました。22年目を迎えるホノルルフェスティバルは、日本やハワイ、環太平洋地域の伝統文化を通して互いを理解し合い、さらなる親睦を図ることを目的とした国際的な文化交流イベントです。ハワイの春の風物詩として地元の人々からも愛されるホノルルフェスティバルは、各国からの参加者やボランティアの皆様をはじめとする多くの方々のご支援やご協力のもと、今回のテーマに文化交流、平和への道を掲げ、多彩なイベントを繰り広げながら3日間にわたり開催されました。ハワイにはアロハスピリットと呼ばれるおもてなしの心が息づいており、訪れる人を温かく迎えてくれます。多くの人々がさまざまな国際交流やグローバルな学びと体験を通して楽しみながら文化交流を果たし、大きな親善の輪を広げる舞台として、ハワイほどふさわしいところはないでしょう。民族や世代を超え、この島に集った誰もが笑顔になれる喜びの祭典、それがホノルルフェスティバルです。いにしえより多様な文化を紡いできたハワイの地で開催されるホノルルフェスティバルは、かけがえのない伝統文化をより多くの人々へ発信し、未来へと継承していくため、さらなる進化を目指してまいります。22年にわたり育まれた友好の絆は、これからも強く大きく広がっていくことでしょう。非営利団体であるホノルルフェスティバル財団は、今後もさまざまな形で日本とハワイおよび環太平洋地域の文化交流を促進し、支援活動を推し進めてまいります。